シェフミジーク、皆さんこんにちは。ボアクレールプレゼンツ音楽のひとしずくへようこそ。お忙しい生活の中のほっと一息つく時間に、内藤育子がお送りする音楽のちょっとしたお話を語る番組です。毎日たくさんの方々と音楽の時間をご一緒に過ごす中で、皆さんのほんの些細な一言から思いがけず音楽の素敵なお話へと発展することがよくあります。この番組でも皆さんの落としてくださるひとしずくから、新しい発見や小さな知識へと水門を広げていきたいと思います。今日のひとしずくは、モーツァルトの演奏会と講座。モーツァルトのミサ曲ボリューム15と題して、私の所属する音楽工房クラによる企画演奏会が開催されます。2024年3月31日日曜日、東京オペラシティのリサイタルホールです。長年シリーズで開催してきたこの演奏会も、今回の15回目で最終回となります。合唱やソロの声楽、オーケストラなど、たくさんの種類の演奏形態で、でもそれらはすべてモーツァルト作品というとても珍しい形の演奏会です。メインプログラムはいつもモーツァルトが作曲した18曲のミサ曲の中から、その18曲をすべて演奏しようという壮大な企画は、コロナ禍でできなかった年を挟んで19年かかりました。今回の最終回のメインプログラムとなるミサ曲は、変路長調ケッヘル275、その他著名なソリストによるオペラアリアの名曲、混声合唱作品、女性アカペラによるカノン、オーケストラによる教会ソナタなど、多彩なプログラムです。指揮は倉岡誠先生、女性アカペラの演目だけは私の師匠である倉岡紀子先生です。ソリストにはソプラノに高橋信子さん、アルトに牧野真由美さん、テノールに角田和弘さんという大御所をお迎えします。この方々は19年前の第1回目、まだ中堅歌手でいらした頃からずっとご出演いただいていて、ご本人たちもいつも楽しみにしてくださっています。私たち合唱団にとっても、大御所となったそれらの歌手の方々と同じ舞台に乗れるということはとても光栄なことで、本当に楽しみです。そして今回はその方々に加えて、若手の歌手の方々、ソプラノの白石沢子さん、アルトの長澤美希さん、テノールの沢崎和明さん、バスの田中大輝さんも活躍してくださいます。合唱は私たち倉岡門下生のモーツァルトミサ曲合唱団東京、管弦楽はこのために編成されるモーツァルトミサオーケストラです。ご好評いただき、チケットはすでに販売を終了していますが、私はこの企画に関するいくつかの視点からの話題をいろいろなところで取り上げています。キリスト教徒ではない私は、音楽家の一員としてキリスト教音楽を演奏したり勉強したりしているだけです。ただ音楽家である、ただ音楽好きであるというだけでは、体験できることのそれほど多くはない音楽なので、このミサ曲というものを演奏する機会に恵まれていることに感謝しています。19年間という長い間、モーツァルトの作った18曲のミサ曲をすべて演奏しようという企画演奏会に、
合唱団の一員として関わってきた。その間に勉強できたことがあるので、その一部を自分の整理も兼ねてここで読んでみたいと思います。学んだたくさんのことの中から、ここで読むことは演奏するにあたってどうしても必要な知識だけ、数あるキリスト教音楽の中でもミサ曲についてだけにとどめます。まずミサとは、教会で行われるキリスト教カトリックの儀式の一つです。一番最初はキリスト自身が処刑される前の晩に行った今でいう最後の晩餐でした。ミサは全体が音楽とお話と行動で構成されます。司祭様のお話を聞くことが中心となる前半と、出席する信者たちがいろいろなことをする後半に分かれます。どちらの場面でも大切な音楽がいくつかあります。ミサのやり方は時代が進むにつれいろいろと変わってきているようです。お話や歌の歌詞で使われる言葉は、昔は全部聖書に習ってラテン語でしたが、今は場面によってそれぞれ自分の国の言葉で良いということになっているそうです。ミサで演奏される音楽の中から歌の入った大切な6曲を取り出し、組曲としたものをミサ曲と言います。ですから実際のミサだけでなく演奏会でも演奏できるのです。その6曲の内容は、ミサの前半にはキリエ、憐れみの賛歌、グローリア、神の栄光を称える賛歌、クレード、信仰宣言の賛歌。ミサの後半ではサンクトゥス、感謝の賛歌、ベネディクトゥス、祝福がありますように、アニュスデイ、平和を祈る賛歌。歌詞は聖書の言葉なので、同じ歌詞でたくさんの作曲家がいろいろな音楽に作っています。これはミサ曲以外のキリスト教音楽でも同じことが言えます。例えばアベマリア、正確な発音で言うとアーベマリア、この題名で同じ歌詞でたくさんの曲が存在するのです。ミサ曲というのは作曲するのがとても大変なので、ヨーロッパの作曲家や世界のキリスト教徒の作曲家は皆チャレンジしてみたいと思うようですが、なかなか作れません。ですがとても大切なことなので、例えば6曲全部ではなく一部分だけ作りましたという作曲家も多いようです。そんな大きな音楽をたったの36年弱の人生で18曲作ったのがモーツァルトなのです。モーツァルトにもキリエだけのとても素晴らしい作品もあります。感動的でかっこいい曲なので、モーツァルトがお好きな方は一度ぜひ聴いてみてください。私もこの企画演奏会の中でいつだったか歌わせていただき、とても幸せでした。ここで演奏のポイントを少し。1曲目はキリエ、日本語で言うと主よ憐れみたまえ。キリエエレイソン、クリステエレイソン、キリエエレイソン。歌詞はたったのこの3行だけ。これは憐れみの賛歌と呼ばれているものです。この曲の前にもいくつか音楽が演奏されることもあるようですが、このキリエは
ミサの本編が始まる導入的な意味合いの大切な音楽です。2曲目はグローリア、栄光という意味の言葉で、神の栄光を称える賛歌です。グローリアインエクセルシスデオ、天の意図高きところでは神に栄光がありますようにという初めの一行の歌詞は、司祭様が問いかけるように歌い、2行目から合唱団が答えるように歌い始めます。演奏会では指揮者またはテノールの中の一人がその役を担うことが多いようです。3曲目はクレド、日本語では信じる、信仰宣言の賛歌です。クレド・イン・ウーヌム・デウム、私は唯一の神を信じますという初めの一行については、グローリアと同じように一人の人が歌います。神を称えて信仰を誓いつつ、キリストの生涯について一通り物語っている長い歌です。この中に、そしてキリストは私たちのために十字架にかけられ受難し葬られましたという部分があります。この部分をモーツァルトは、歌っていると胸が痛くなるような悲しみに満ちた重々しい音楽に作っている、ここがとても感動的な聴きどころです。ここで少し間を置いて、後半はサンクトゥス、聖なるという意味で、これは感謝の賛歌と呼ばれています。はじめにサンクトゥスという言葉を3回繰り返すことが、三位一体からのキリスト教における3という数字の重要性を表す作曲手法の一つです。5曲目はベネディクトゥス、祝福がありますように。この曲の前半はソプラノソロ一人またはソリストたち数人によって歌われる優しい音楽であることが多いようです。最後の一行、オザンナインエクセルシス、これはサンクトゥスの最後と同じ歌詞なので、音楽も同じであるということがほとんどです。その点から、このサンクトゥスとベネディクトゥスの2曲を1曲として扱っている作曲家もいます。最後はアニュスデイ、神の子羊、平和を祈る賛歌です。アニュスデイクイトーリスペッカータムンディミゼレーレノービス、世の罪を取り除いてくださる神の子羊よ、私たちを憐れんでください。この歌詞を2回歌って、そして最後にアニュスデイクイトーリスペッカータムンディドーナノービスパーチェム、世の罪を取り除いてくださる神の子羊よ、私たちに平和を授けてください。歌詞の初めの2節が同じで、このように3節目だけが異なるので、最後のドーナノービスパーチェムだけがその前とは違ったイメージの音楽になることが多いようです。この演奏会は本当に珍しいものなので、私のクラスの生徒さんたちはほとんど全員が聞きに来てくださっていました。今回もたくさんいらっしゃいます。1回目の時にその生徒さんたちがこのプログラムの楽しさをどこまで味わっていただけるだろうかと考えた時に、よくわからなかったと思われるととてももったいないなと思いました。そこでミサ曲というのは一体何なのか、
これを知っていれば興味を持って聞けますよということをお話しすることにしました。そして今回の最終回まで、私が出演する年は毎回演奏会本番の数週間前に事前講座を開催してきたわけです。これは毎回とても好評で、この講座があるおかげでこの演奏会を楽しめますと皆さんに言っていただけています。そして今回もメインのミサ曲についてを中心に、それ以外の演目についても、どんな作品なのか、どんなところが聞きどころなのかなど、たくさんのお話をしてきました。そこでお話しした内容の題目だけをブログに書いています。19年の間に2回もザルツブルグその地に行っての演奏会を開催したりと、この企画演奏会にはたくさんの思い出があります。多くの回に出演してきましたが、出演できなかったのは4年に一度のジュネーブでの講習会に参加する年。この演奏会は今回は3月ですが、コロナ前の2019年まではずっと7月の最終日曜日でした。なので帰国が間に合わなかったのです。1回だけ本番前日に帰国して翌日に出演するという無茶をしたこともありましたっけ。コロナ禍による4年間の空白を経て、これまでのまとめともなる今回の演奏会、来年からの新シリーズにつながるよう、この最終回を楽しみたいと思います。それでは今日はこの辺で、今週も音楽にあふれた1週間でありますように。 Music era desire.